ございます。ここは南海本線と南海高野線の大阪南のターミナル難波駅です。8本の線路が並ぶ巨大な駅です。本日はここから南海高野線に乗って和歌山県の橋本を目指したいと思います。乗車するのは南海高野線の主力電車6300系。難波駅はあちら左側が南海本線、そしてこちら側右側が南海高野線と仙北高速鉄道線に直通する電車のホームとなっています。また一番端っこのホームだけ南海で唯一のホームドアが付けられています。ホームドアの音は JR 東日本の山手線とかと同じ音なんですよ。車内はこんな感じ。4つの扉とロングシートが並ぶ典型的な通勤型電車です。そして座席の座り心地は座面の沈み込みが深い、とっても座り心地のいいものです。袖式ではパイプが1本通っているだけ、斜めになっているためちょっと肘を置きにくいかもしれません。これだとドアの横に立つ人がもたれかかることができませんが、だからといって東京メトロみたいな完全な板よりはマシです。また混雑時でもつかみやすいようにドアの上にもこのような突起が出ています。ほこりすごいですけどね。日よけは爪を引っ掛けるタイプのものです。向こうからは準急泉中央行きが発車していきました。この電車も間もなく発車となります。さっき言っていたホームドアのあるホームに電車が到着しましたよ。ね、山手線でしょ。電車は難波駅を発車しました。乗車したのは急行橋本行きです。新今宮、天ヶ茶屋、境東、北野田、金剛、河内長野から先、三日市町、三日野台、千早口の順にこの電車の終着橋本まで各駅に停まります。朝ラッシュのピークの時間帯ですから、すれ違う電車もとっても多いですよ。しばらくの間、南海本線と並行して走ります。左側2本が南海高野線、右側2本が南海本線となっています。今南海高野線に難波から乗りましたが、詳しく言うとこの区間は南海本線のものです。南海高野線はこの後通過いたします岸の里田までからとなります。もともと高野線は塩見橋から岸の里田までを経由して極楽橋まで向かう路線です。しかし塩見橋から岸の里田までは独立した支線のような感じになっておりまして、極楽橋方面に向かう電車は全てがこの難波駅から発車していきます。通過しているのは今宮恵比寿です。この2駅向こうに萩野茶屋っていう駅があるんですが、この2つの駅は高野線の線路にしかホームがありません。つまり南海本線の普通電車に乗っていてもこの駅の横は通過してしまい、南海高野線の各駅停車に乗っていないとこの駅にはたどり着けない仕組みとなっています。南海本線の区間に南海高野線が乗り入れているはずなのに、南海高野線の電車しかここには止まらないっていうね、なかなかややこしい区間となっているんですが、気にしたら負けです。到着したのは JR と乗り換えることができる新今宮駅です。この駅に到着するまで進行方向左側に高さ 100m の大阪のシンボル通天閣が見えていたんですが、完全に忘れていました。それはそうと車内にはこんなレトロな温度計もついていました。現在の気温は20度です。前方から見えてきたのはこれまた高野線にしかホームがないややこしい駅、萩野茶屋です。萩野茶屋は昔萩が植えられていたお茶屋さんがあったことからこんなような名前となったようです。進行方向左側には
高さ300メートルの天王寺のランドマークあべのハルカスが見えているはずなんですが、やはりこちらも撮り忘れていたので、通天閣とまとめて覚えていれば南海本線の動画の時にご紹介したいと思います。またどうせ南海本線も乗りに行きますからね。ここにはかつて豊臣秀吉が来たことのある茶店があったようで、天下茶屋っていう名前はそれが由来しているようです。今から30年以上前、この天下茶屋から天王寺まで行く南海の路線、天王寺支線っていうものがあったようなんですが、大阪メトロ堺筋線が天下茶屋まで来ることになったため、この南海天王寺支線は廃止されてしまったようです。天下茶屋を出てしばらくすると大きく左に曲がり、南海本線と分かれます。前方に見えているのが南海本線の岸の里玉出駅です。一番右に止まっている2両編成の電車、あれが支線のような扱いを受けている肩掛町だけ南海高野線の南海塩見橋線です。こんなような作りとなっているため、塩見橋から極楽橋方面に直通することはできません。そして私たちが間もなく通過する方が南海高野線の岸の里玉出駅です。ホームが移動されたりして、この駅はホームがとっても長いんですよ。こんだけ長ければ15両の電車が来ても大丈夫ですね。手塚山を通過して今上を通っていったのが阪海電車です。阪海電車は関西で唯一の路面電車です。そして間もなく通過するのが住吉東駅です。停車する2本の線路が通過するホームのない線路2本を挟んでいる、こういう構造を新幹線型配線っていう風に呼ぶんです。配線っていうのは線路の構造のこと、そしてこんな形のことを新幹線型っていう風に呼ばれています。この駅の先にはポイントもありまして、この駅で折り返すこともできるようです。沢野町を通過して前から来たのは特急サザンではなく、仙北高速鉄道線に直通する特急電車仙北ライナーです。仙北ライナーは豊臣秀吉もびっくりな金ピカの色をして走っているんですが、車体は特急サザンとほぼ同じなので、今のように入れ替わって運転されていることも時々あります。通過しているのは阿鼻子前駅、この駅が大阪市内で最後の駅となります。坂を登って大和川を渡ります。だいぶ離れてはいますが、右側には阪海電車と南海本線が、そして左側には見える位置に JR 阪和線が並んで橋を渡っています。一旦止めて拡大してみれば、小さく黄色い建物が見えると思うんですが、そこが JR 阪和線が走っているところです。そんなことを言っているうちに大和川を渡り、大阪市から堺市に入りました。まもなく通過するのは浅香山駅、浅香山を通過すると電車は堺市の中心、堺東駅に到着します。堺東に到着です。駅の前には大きなロータリーがあり、路線バスはもちろん東京ディズニーリゾートや神奈川県の大船、鎌倉、戸塚方面の高速バスも出ています。いつか乗ってみたいものです。そうそう、仙北高速鉄道線に直通する区間急行はこの駅を出ると、次に止まるのは仙北高速鉄道線の深井駅です。私も2回ほどやったことがありますが、この先各駅に止まります準急行と間違えて乗らないようにしましょう。いつも思いますが、なんと独特なブザーだこと。電車は堺東を発車しました。画面左に見えている大きな建物、あれは堺市役所です。進行方向右側にはだいぶ前に世界遺産に登録された仁徳天皇陵の古墳が見えてきます。前に乗った近鉄南大阪線では中津山古墳っていうものを紹介したと思いますが、あっちは古市、そしてこっちはモズ、二
2つ合わせてモズ古市古墳群として世界遺産に登録されました。通過しているのは JR 阪和線と乗り換えることができる三国ヶ丘駅。昔摂津和泉河内と3つの国を分けていたところにある駅だから三国ヶ丘駅という名前がついています。前方ではもう次の駅が見えています。あの駅はモズ八幡駅。そして拡大してみると前を走ります準急行仙北泉中央行きの姿も見えました。難波駅で私が日よけの紹介をしていた時に発車していったやつですね。先ほど通過しました三国ヶ丘駅、私は毎日利用していますがとっても綺麗ですよ。難波の次に綺麗な駅なんではないでしょうか。まあ朝はすごい混雑するのでそんなこと感じている余裕はないんですけどね。まもなく通過する中本駅からは大阪メトロ御堂筋線が出ているほか仙北高速鉄道線も出ています。しかしそんな大きな駅にもかかわらずこの駅には各駅停車と準急以外止まりません。地下鉄御堂筋線がここまで来るまでは区間急行が止まっていたようなんですが、地下鉄が中本まで延伸されてからはここには止まらなくなったようです。まあ早いやつを止めてしまえば地下鉄御堂筋線を使う方が増えて南海の難波から中本の区間を使う方が大きく減ってしまいますからね。中本で分岐する仙北高速鉄道線はしばらくの間高野線と並んで走ります。しかし途中で線路が分かれて仙北高速鉄道線は地下に潜っていきます。確定とかに乗っていてタイミングが合えば仙北高速線と同時発車なんてこともあってこの付近まで競争することもあるんですよ。仙北高速線はこの先地下に潜ると大きく右に曲がります。そして仙北ニュータウン方面に向かっていくんです。もう見えていますが次に通過するのは白崎駅です。白崎駅の周りにはマンションがたくさん並んでいます。確かビッグカーサとかいう名前だったと思いますが白崎駅と連絡通路で直結しているマンションがあったはずです。すでにたくさんのマンションが並んでいますがまだ新しくマンションを作る予定のところがあるようで、この先の空き地にはいつもたくさんの旗が立っています。そんなニュータウン気取りの白崎駅を通過して初芝駅を通過した後まもなく通過するのは萩原天神駅です。今すれ違ったのは登場から40年以上経過している意外と古い特急電車リンカンです。ここまでずっと住宅地の中を走ってきましたが前方に見えている高速道路阪和自動車道不動泉大津三原線をくぐると一気に田んぼとか畑が増えてきます。本日は曇りのため見えませんがいつもだったら進行方向左側奥の方にパーフェクトリバティ教団の平和記念塔ピエールの塔が見えてきます。まもなくすると電車が大きくぐらいと揺れるところがございます。まあ映像ではわからないと思いますがだいたいここですよっていうのをご案内できたらなと思います。いつも見ていると釣り革に捕まっている方でもよろけていますのでなかなか強烈なところだと思います。ここら辺です。この辺りが特に揺れます。そして大きな建物がたくさん見えてくると電車はまもなく堺市東区の中心駅北野田駅に到着です。今から4年前2018年に大阪北部地震っていうものがありましたがあの時私はこの区間をちょうど各駅停車で通過していたんです。そしてまさにこの辺りあと少しで北野田駅っていうところで緊急停止しまして約20分ぐらい足止めを食らったっていう経験があります。そしてその後ゆっくりゆっくり北野田まで徐行して私たちが乗っていた電車が北野田に着くと南海は運転見合わせとなりました。降りる駅が北野田なのであまり不便はなかったんですがあの時は本当にびっくりしましたよ。それはそうと多分1日に1本だけだったと思いますが朝早くに北野田駅の電車があります。あ、言い忘れてた、堺東も何か異常なことがあった時はあそこの駅で折り返し運転が可能です。付近には学校が多く朝の時間帯にはたくさんの学生で混雑する駅北野田駅に到着です。この駅を境に区間急行はこの先各駅停車となります。電車は北野田駅を発車しました。次の停車駅は大阪狭山市にあります金剛駅です。大きく左に曲がり大和川と合流することになります西脇川を渡ると電車は堺市から大阪狭山市に入ります。まもなく渡るのが西脇川です。
沿線にはまたまた住宅地が広がってまいりました。まもなく通過するのが狭山駅です。あそこに見えているのは初芝立命館中学校高等学校、英語検定を受けに行ったことがありますが、あそこはね、北野田駅から歩いて20分とかだったかな、そんなんだったと思いますが、あれだったら先ほど通過しました狭山駅からにした方が絶対地理的には近いと思うんですが、いつものことですがなぜか北野田駅からの案内となっています。まあそれはどうでもいいとして、この付近には狭山池っていう日本最古のため池があります。一周約4キロ、散歩するのにはちょうどいい距離かと思います。冬場にはライトアップもされますので一度行ってみてはいかがでしょうか。まもなく通過するのが大阪狭山市駅。2000年に閉園しましたが、南海が運営していた遊園地狭山遊園の最寄り駅です。前方から見えてきた水色の電車は南海が期間限定で運行している隅っこ暮らしのラッピングが施された車両です。車両ごとに色が異なり、とっても可愛いですよ。すれ違ってもすぐわかります。ホームページに運行時間が書いてありますので狙って乗ることも可能です。まもなく到着するのは金剛駅。駅前には大きなロータリーもあり、路線バスも多く発着するほか、駅周辺には大規模なニュータウンや先ほどちらっと見えましたイオンなどもあることから、この駅はいつも混雑している印象です。またこの駅が終着駅となる各駅停車もいくつか走っておりますので、そういった面でもこの駅は大きな駅と言えると思います。前方から来たのは2000系電車、白い悪魔こと都営浅草線5300型でもびっくりな大きな音です。出ると大阪狭山市から富田林市に入ります。富田林市に入って初めに通過するのは滝谷駅です。土地に余裕がないとかいうわけではないとは思うんですが、こんなにも上下線のホームにズレがあるっていうのはプラレールですか。それにしても滝谷っていう名前も久しぶりに聞きました。この先河内長野駅から出ている近鉄長野線っていう路線があるんですが、その路線には滝谷不動っていう駅があります。確か長野線の動画を撮りに来たのが8月でしたから、滝谷や河内長野の付近を通るのは半年ぶりです。富田林市から河内長野市に入ってまもなく通過するのが急行電車最後の通過駅、千代田駅です。この千代田駅の先には南海最大の車両工場、千代田工場があります。もちろんその横には車両基地もあるわけで、ほんのちょっとですがこの千代田駅が終着駅となる普通電車もあります。千代田は千代田でも、あっちの緑色の千代田とは全く関係ありませんからね。朝の忙しい時間帯ですから、さすがにあまり止まってないか。進行方向左側から近づいてきたのは近鉄長野線。こうやって別の路線で全く同じところに来るっていうのもなかなか不思議な感覚です。この駅は南海の駅に近鉄がベタッとへばりついているような構造の駅です。線路の幅も同じですから、近鉄と南海直通運転とかしてみてはいかがでしょうか。この先急行電車は三日市町、三日野台、千早口の順に終着橋本まで各駅に停まります。そのためほとんどの各駅停車がこの駅が終着となります。ご覧いただいても分かる通り、この駅かなり大きな駅です。
ばっかりでも飽きると思いますので、というか私も飽きてきましたので、こんな風にチラチラと車内の風景も映しながらここから先はご案内したいと思います。河内長野までは大きな建物も目立ちましたが、河内長野から先はあまりそういった建物は見えなくなりましたね。まもなく到着するのが三日市町駅。この三日市町駅はスーパーマーケットとかたくさん入っているようなフォレスト三日市っていう施設と直結しているようで、思っていたよりも大きな町かもしれません。これより先は坂が急になりますので、一部の車両は走ることができないっていう区間になっています。次に到着するのは三日の台駅。この駅は高野線で最も新しい駅です。南海三日の台っていう、おそらく南海が開発しているんでしょうけど、住宅街がありまして、私の地元堺市だけの話かもしれませんが、なんちゃら台っていうような地名は基本的に高級住宅街っていうイメージがあるんですよ。例えば赤坂台とか晴海台とか、そういった台のつくところは高級住宅街っていうような認識となっています。進行方向左側をご覧いただきますと、マンションがマンションがたくさん立ちで、止まっちゃった。線路から身を乗り出していた方がいたみたいで緊急停止をしたようです。5分ほど停車してまた動き始めました。さっきの続きですが、進行方向左側にはマンションがたくさん見えていました。難波からここまで30分ちょっとですから、この辺りから通勤している方も多いと思います。三日の台を出ると南海高野線で初めてのトンネルをくぐります。だんだん山深くなってきましたが、次の停車駅は千早口駅。千早と言いますと、大阪府唯一の村、千早赤坂村っていうものがございます。そうそう、さっきから出てきている千早っていう地名は、遠い昔南北朝時代の楠木正成の千早城っていうお城の千早なんですよね。今ではお城こそありませんが、跡はあるようで、千早城跡っていうところがございます。千早城跡にはこの千早口が一番便利っていうふうに言いたいところですが、実は先ほど通りました河内長野駅、もしくは河内長野から出ている近鉄長野線の富田林駅からバスに乗るのが一番便利なようです。向こうにはまたトンネルが見えています。電車は奄美駅に到着です。大阪府なのはこの奄美まで。この次に停車いたします紀美峠からは和歌山県に入ります。次の紀美峠までの間には全部で4つのトンネルがありまして、初めの3つはまだ大阪府内ですが、4つ目のトンネルには大阪府と和歌山県の府県境がありまして、そのトンネルを越えるといよいよ和歌山県へと入ってまいります。何気にこのチャンネルで和歌山県に行くのは初めてじゃないですか。とりあえずここで1つ目のトンネルは終わりです。ほどなくして2つ目のトンネルへ、そして3つ目のトンネル、4つ目のトンネルに入りました。このトンネルを出るとそこはもう和歌山県です。
このトンネルは君峠っていう峠を貫いておりまして、通称君峠トンネルっていう風に呼ばれています。それはそうと、前の窓がこの車両は少し斜めになっていますので、その関係で私の姿が丸々映っているんですが、あまり気にしないようにしてください。トンネルの中なので携帯電話もこの通り電波が入っておりません。やっぱり峠越えですから、それなりに深いところを通っているようです。和歌山県橋本市に入りました。停車しているのは君峠駅、和歌山県で一つ目の停車駅です。そしてそしてしばらくすると到着するのが林間田園都市駅。この駅は南海橋本林間田園都市っていう、まあこれまた南海が開発したニュータウンなんですが、そこの玄関口です。まだまだこの辺りにはニュータウンがありまして、あのね、さっきねウィキペディアを見ていたら和歌山府民っていう言葉が載っていたんですが、これは和歌山に住んでいる人たちが毎日通勤や通学で大阪府内に行くから和歌山府民っていうような名前があるようです。同じような例としては埼玉都民とか神奈川都民とか、そういった感じで呼ばれることがあるんじゃないでしょうか。それはそうと、この林間田園都市っていう駅名、少し面白いことがありまして、関東の私鉄に神奈川県の中央林間から渋谷まで走っている東急田園都市線っていう路線があります。ちょっとなんか共通点ありそうじゃないですか。中央林間の林間と田園都市線の田園都市、組み合わせて林間田園都市みたいな。実はこの南海の車両たちはほとんどが東急車両っていう車両工場で作られておりまして、そこのグループに属する東急線と何か関係があるのかもしれません。到着したのは最後の停車駅、三幸筋駅です。この先一駅だけですが貸し切りです。進行方向右側から近づいてきたのは JR 和歌山線。いずれあれにも乗りに来ることになると思いますが、その時はいつになるんでしょうかね。電車は間もなく終着橋本駅に到着です。今乗っている車両のような4つの扉の車両はこの駅までしか来ることができません。なぜならこの先の区間は急カーブや急な坂道が続くため、小さめの車両しか通ることができないからです。あちら側の JR のホームには和歌山線の車両の姿も見えました。
山の高野山極楽橋行きにお乗り換えください。最後までのご視聴ありがとうございました。今回の動画いかがだったでしょうか。最後に今回の動画とその他の交通費使用時間を書き込んでおきます。難波から橋本まで南海高野線急行で700円、使用時間は約1時間です。極楽橋から橋本まで南海高野線普通電車で450円、使用時間は約40分です。和歌山から橋本までJR 和歌山線普通電車で860円、使用時間は約1時間15分です。そして五条から橋本まで JR 和歌山線普通電車で210円、使用時間は約15分です。この動画が面白かったと思った方はチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。またつまらなかったと思った方は遠慮なくボタンを押してください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。